皆さんこんにちは。高騰お店の魅力発掘発信事業ことみせリポーターの天も中継です。いやー、肌寒い季節になりましたね。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆さん十分な睡眠に栄養をしっかりとって体調管理気をつけたいですね。さあ、今回のことみせなんですが、冊子ことみせで掲載されたお店から秋の味覚をテーマにご紹介します。旬な美味しいものをたくさん食べて元気にいきますよ。高騰お店の魅力発掘発信事業ことみせ、ことみせの冊子やホームページには登録店舗ごとに様々な特典が得られるお得なクーポンがついています。冊子のクーポン券を切り取ってお店に提示、またはスマートフォンでクーポンを提示することで利用できます。最初にやってきたのは北砂7丁目南砂町駅下車徒歩15分のナンバー22ミニミニ。こちらのお店はドーナツをメインに販売しています。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。お願いします。店内カラフルでとっても可愛らしいですね。ありがとうございます。そしてですね、ちょっと香ばしい香りが漂ってるんですけど、はい、ドーナツが、はい、とっても美味しそうですね。美味しそう、どれも本当ね、今すぐ食べたいんですけれど、ここのお店のドーナツの特徴とかって何かあったりしますか？普通のドーナツだと結構揚げてるものが多いんですけれども、当店のはオーブンで焼き上げたものになるので、ちょっとまあ焼き菓子とかケーキに近いような感じになってます。私最近脂質とか気になってるんですけど、はい、そういう人にはまさにおすすめですね。そうですねこの中で特に今の季節にぴったりの商品とかってどれになります？今の季節はちょうどあの右上にあるシナモンロール風っていうものがちょうど11月出たばっかりになるのでおすすめしてます。新作ですか？そうです。はい。他にも人気ナンバーワンとかいろいろありますけれど、そうですね、あとは変わり種で言えば、ちょっと隣のチートマコーンっていうのが初ちょっとお食事系、しょっぱい系をちょっとやってみたので普段あんまりドーナツでしょっぱいのってないかなと思って。いやー、どんな味か楽しみですねこれも、あと入り口に看板があって、はい、パフェみたいなのはあります？あ、パフェ、はい、そちらに大きく出てるのが大学芋とほうじ茶のパフェが秋限定でやってますので、はい、おすすめです。いいですね。いや、もう一つに選べないので、はい、今おすすめしていただいたものパフェとシナモンロールとあとしょっぱいドーナツ、はい、全部いただいてもいいですか？ありがとうございますお願いします、はい、お待ちください。店内はゆったりした空間でどなたでも気軽にくつろげます。いや、本当におしゃれな店内ですね。まあ、そういえばあれですね、お店の外にイングリッシュ OK って書いてありましたね。英語で聞いてみようかなお待たせしました。わー、ありがとうございます。 I'm waiting for this. Oh, thank you. I'm waiting for you too. Glad to meet you. Enjoy your staff. いただきます美味しそう失礼しました。今回注文したのはパフェと2種類のドーナツ。はじめにアイスが溶けないうちに大学芋とほうじ茶のパフェをいただきます。冬にね、食べるの寒いって思われるかもしれないですけど、はい、この時期に食べるアイスもまた美味しいんですよね。美味しいですよねそうなんですよ。さつまいもも乗ってますね。そうですね、ぜひさつまいもとアイスと一緒に食べていただければおすすめですので一緒に食べてみます。はい、とよいしょ。うわー、美味しそう。ちょっとこれをいただきます。一口かな。さつまいもの甘さにバニラがとっても合いますね、はい、
うん、芋も柔らかいですね。永遠と食べてられる。いよいよ下の層に来ましたよ。なんかいろいろ入ってますけど、中には何が入ってるんですか？はい、上にも載ってたんですけど、はい、大学芋、白玉がさらに中にも入ってまして、あとは店頭で売っているほうじ茶の焼きドーナツも、自家製のパンナコッタも入ってます。スイーツ好きにとってはなんか夢のような一品ですね。いっぱい入ってる。いただきます。和風のパフェですね。そうですね、はい、美味しい。待ちに待ったドーナツですけど、はい、こちらのドーナツが焼いてるドーナツ、揚げてないドーナツですか？そうです、全てこちらで焼き上げてます。どうやって作るんですか？そうですね、ドーナツの型があるので、そこに生地を流し込んでオーブンで焼き上げてる形になります。シナモンロール風、いただきます。うーん、思ってた以上にふわふわです。ありがとうございます。これまたヘルシーなのが嬉しいですね。いくらでも食べられる。うーん、おいしい。さあ、もう一つの、はい、ちょっとしょっぱいっていうお話があったドーナツですけど、はいはい、これ中には何が入ってるんですか？名前がチートマコーンっていうんですけど、はい、チーズとコーンとトマトが入ってます。私が大好きなやつばっかり。チーズがたっぷりの、ああ、後ろ見るとコーンとトマトですか、見えてますね。たっぷり入ってる。ああ、いかがでしょうか？さっきの甘いドーナツと全く違いますね、はいはい、なんていうのかな、トマトの酸味とかもありながら、うん、でチーズのちょっと酸っぱい感じとかもありながら、はいはい、でもパウンドケーキ自体がちょっと甘い、うん、そうですね、はい、なんか甘さとちょっとさっぱりしてるのがこう全部ミックスされてる、はい、甘じょっぱい感じで、そう、甘じょっぱい感じですね、はい、ちょっとしたおやつ食事になるかなと。甘いの食べた時に一回これ挟むと、もう一回甘いのいけますね。そうですね、無限にこう無限に食べられる、はい、すごい、私大好きですこれ。よかったです。いや、美味しかったです。ちょっと後ほどゆっくり食べさせていただきますけれど、はいはい、これからね、まだ今秋ですけれど、はい、冬もありますし、はい、何かこうおすすめの商品とかだったりするんですか？冬の商品とか新商品出す予定なんですが、来年の1月半ばでちょっと閉店になります、はい、じゃあもうこの美味しいドーナツとかパフェは食べられなくなるんですか？そうですね、来年の1月までになります。すごい残念ですね。ぜひそれまで皆さん楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。ナンバー22ミニミーは来年1月中旬まで営業しています。ことみせクーポンの利用でドリンクやデザートをご注文の方にアイストッピングが一つ無料になります。続いてやってきたのは亀戸1丁目にある亀戸駅下車徒歩2分のポペッタ。お弁当やお惣菜は調味料以外の添加物を使ってない体に優しいものを提供しています。こんにちは。どうもこんにちは。調理中すいません、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。すいません、調理中ありがとうございます。後ろにいらっしゃる方はどうなったですか？主人です。はい、ご夫婦で、はい、ここを経営されてるわけですね。はい、そうです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、このお店すごいいっぱいお惣菜があるんですね。そうですね、いつも日替わりとかで結構気分で出したりとか、季節によって商品変えたりとかして、はい、出してます。どなたがお作りなんですか？ほぼ私が作っております。そうなんですね。じゃあご自身でレシピとかも考えられてるわけですか？はい、そうです、全部オリジナルでレシピを考えてます。
もともと料理教室をずっとやっていたんですけれども、そこでいろいろなレシピを開発したり、あと生徒さんと一緒に作っていく中で、皆さんやっぱおいしいものとかすごく喜んでいただくので、もっといろんな方にそれを知っていただきたいなって思いで、ちょっとお店を始めました。実際にお店始めてみて、お客さんからはどんな反応がありました？そうですね、結構喜んでいただいて、あと今までちょっと偏食だったお子さんとかもここのお料理で食べれるようになったとか、そういうお話を結構いただきます。今日は秋の味覚をテーマに、はい、伺ってるんですけれど、はい、秋にぴったりの一品ってどれになりますでしょうか？はい、そうですね、今日は日替わりでいつもお弁当出してるんですけど、本日はこちらのキノコクリームハンバーグです。でキノコのホワイトクリームソースと、あとはこの秋の味覚ということでかぼちゃのサラダが入ってます。旬の食材がたっぷり入ってるわけですね。そうですね、はい、ハンバーグ以外におすすめの何かお惣菜ってありますか？はい、そうですね、おすすめはこちらのポテトサラダ、リピーターさんも多くて、お子さんから結構お年寄りまで幅広く買っていただいてます。じゃあハンバーグに、はい、ポテトサラダと、はい、あと気になったのがアボカドとさつまいもフライのフレンチサラダ、はい、これもお願いします。全部お願いします。かしこまりました、ありがとうございます。お願いします。はい、じゃじゃーん、見てください、キノコのクリームハンバーグです。いやー、とっても美味しそうですよね。旬のキノコがたっぷり入ってます。ソースもね、たっぷりで、おー、お肉たっぷり、 いい香りします。いただきます。うーん、おいしい。キノコのクリームソースがすごいとろとろです。クリーミー、わー、お肉もすごい柔らかいのですぐ口の中で消えちゃいます。さあ次はお惣菜のこのかぼちゃのサラダ食べようと思います。甘いんですけど、かぼちゃだけじゃないのかな、入ってるのが。食感もあってフルーツっぽい甘さもあります。うん、お店の方にぜひ食べてほしいと言っていただきました。このポテトサラダ食べてみると、うん、ね、甘みと酸味とあと塩加減っていうのがすごい絶妙なんです。美味しい、こちらも。うん、さあ私の気になるお惣菜はこちら、じゃん、アボカドとさつまいもフライのフレンチサラダです。まずドレッシングかけていきましょう。いただきます。アボカドとさつまいもフライを合わせて、さあ本当に果たして合うのか、この相性はいいのか、いただきます。酸味のあるソースにアボカドのまろやかさが加わってとっても美味しいんですよね。この美味しいソースなんですけど、お店の方に何が入っているのか伺ったところ、内緒ですということで教えていただけなかったんですよ。ただちょっと予想だけしてみようと思っています。マヨネーズ違うかな、マヨネーズにビネガーに、なんだろう、チーズ難しいですね。いや、これ皆さんもちょっと食べてみて何が入ってるのか考えてみてください美味しいですよポペッタではことみせクーポン利用で1000円以上お買い上げの方にお会計金額から 5% 割引します。最後に訪れたのは東洋4丁目にある東洋町駅下車徒歩2分のビストロカズ。新鮮な食材を使ったフレンチを気軽に楽しめます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。フレンチを楽しみたくて伺ったんですけど、はい、私一人でも大丈夫ですか？あ、全然一人でも大丈夫なんで、もうお好きな席に、カウンターでもテーブルでも。ありがとうございます。じゃあちょっとテーブルに行かせていただきます。店内はフランスの大衆食堂をイメージしたアットホームな雰囲気。日本にいながら異国情緒を楽しめます。
今日秋の味覚をテーマにいろんなお店回ってるんですけど、はい、こちらでこうおすすめの秋の一品は何でしょうか。はいや時期的にやっぱり新サンマのマリネなんですけど、これ秋ナスのテリーヌに新サンマのマリネをのけてるんで季節からちょうど旬でいいと思いますけど、メニューのここ気になったんですけど、はい、生牡蠣あるんですか。はい、これは僕が好きで通年お出ししてるんですけど、小ぶりの牡蠣で結構身がしっかりしてて美味しい牡蠣だと思うので、よかったらぜひ。じゃあ、生牡蠣と今おすすめしていただいた、はい、サンマのマリネとお願いします。かしこまりました。ご用意します。はい、お願いします。楽しみですね。オーナーシェフの近藤さんは半年間フランスに滞在して本場フランスの味を食べ歩き身につけたそうです。お待たせしました。生牡蠣ですね。このソースは何のソースでしたかね。エシャロットを刻んでそこにワインビネガーとしたソースなんですけど、ヨーロッパの方では基本的にそれで食べることが多くて。そうなんですか、ね、これを牡蠣にかけるわけですね。そうですね、お好みで。お好みでこれをこのままいただければいいですか。はい、牡蠣の汁がこれまた美味しいんですよ。小豆島産の牡蠣で最近出てきたものらしくて、まあ、市場で味見させてもらって気に入って買ってるんですけど、いやオリーブオイスターで売り出してるんでちょっとオリーブオイル垂らしてそれでお出ししてるんですけど、これ何個でも食べられますね。僕も1回に 5,6 個食べます。オーナーも 5,6 個食べるんですね。ちっちゃいんで。さあ今度のメニューはメニュー名改めて教えていただいていいですか。まあ、旬のものを使って新サンマのマリネと秋ナスのテリーヌの盛り合わせになります。あ、手前がこれ秋ナスのテリーヌなんですか。はい、ナスとあと何が入ってるんですか。一回焼きナスにした後にツナと合わせて柚子胡椒を入れてゼラチンで固めてます。で他の添えてある野菜はお野菜は何ですか。まあ、付け合わせなんですけど、まあ、秋に出るタケノコがあって四方竹っていうんですけど、それをちょっと軽くコンソメで煮たものを添えてます。あとサンマは白ワインビネガーで軽く締めてます。あ、いやどれも秋にぴったりな一品ですね。旬のものですかね。じゃあこちらもいただきましょう。どれからいくかまたちょっと悩みますけど、やっぱり旬のサンマいただきましょう。サンマのこの甘みと香りもいいですね。何ですかこの香り。口にちょっと広がったんですけど、まあ、マリネするときに柚子の皮を入れてるとか。柚子です。あとエクストラバージンですかね。これまた2人とか3人で来てみんなでシェアしていろんなものを頼むっていうのもいいですね。そうですね、結構ボリューム結構多めにやってるんで皆さん一人一皿っていうよりはもうシェアされて召し上がる方の方が多いかもしれないですね。こちらがナス。そうです、秋ナスのテリーヌ。秋ナスのテリーヌ、じゃあこちらいただきましょう。ツナが入ってるんですよね。いただきます。こちらも、ナス焼いてらっしゃるんですもんね。一回、そう、一回焼きナスにしてあの香ばしい香りをつけてからテリーヌにしてます。ナスのこのね、焼きナスの香りが、はい、このツナとまた相性がいいんですね。そうですね。いやどれもね本当に美味しかったです。ちょっと後ほどゆっくりいただこうと思うんですが、このお店に来た方にはどんなことを感じて帰ってもらいたいですか。感じて、まあ一応フランス料理なんで敷居が高いって思われるのは嫌なんで、値段もリーズナブルにしてますし気軽に来てほしいですね。リピーターになってほしいっていうところですかね。今日はフレンチをたっぷり楽しめました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございました。ビストロカツでは、ことみせクーポン利用でスパークリングワイン1杯サービスです。さあ今回はサッシーことみせの中からご紹介してまいりました。ことみせはスマートフォンでも見ることができます。ぜひ皆さんもことみせを使って区内の魅力的なお店探してみてはいかがでしょうか。それでは